僕、今、お話を伺っててふと思ったのはね、もしかしたらあのウクライナはアメリカにプレッシャーをかけているのかもしれないなと思ったんですよ。なるほどそれはどういうことかというとその、まあ、バイデン政権はそのもちろんウクライナは支援しているんですけども、うん、そのロシアがそのロシアを追い詰めてですね、うん、ロシアがあの核を使うのは絶対だめだというふうふに言っているわけです、うん。この場合戦術核ですね。ええうん でまあ、最初は戦術核で始まってもアメリカとの間で核の応酬になると戦略核の話になりうるんでですねだからそういうことがあり得るんで、まあ、あのバイデンはそこは絶対やらんだということでそこだけは踏みとどまってるんですよね,、うんうん、ねなんですけどもいやそんな核がダメだめだ核がだめだってもじゃあ俺のところで、ね、あの核をやるぞと,なるほどということで核爆発を起こさせているのと同じことだと。まあだからあの だからそう,そういうことでそのアメリカに、ね、圧力をかけてもっと,るとロシアまで届く,届く兵器をです、ねうん、たくさんよこせとか、ねうん、とにかくあのロシアあのアメリカが最新兵器をガンガンくれたらもうクリミアだって取り戻すんだと、うん、いうような感じかもしれないなというふうに根拠もないんだけどもあり得るなと思って。 僕はまあ手段としてというか現実としてですね誰がやったかはもうウクライナ側だとしか思えないわけですよまあ絶対 100%, 100の証拠はないですけど論理的にありえないんですよロシア軍がロシア軍を攻撃するというのは必要性がないですからそれをやるんだったら撤退してここを自爆させればいいわけでそんなの簡単じゃないですかそれをやらないわけで困った困ったって言ってるわけですよねだからロシア軍がやる必然性がないのにこれだけの攻撃がだから テロリストがね、本当にあのわずかなテロリストがこう攻撃を仕掛けてるだったらこんな継続的な攻撃はできないわけですよね。ねロシア軍の支配地域の中でそれだけの長距離のミサイルなり砲撃を,をするっていうのは、うん、あの継続的な攻撃の軍しかないわけで,でも、なぜそれをするのかという理由を考えるのは大事だ、うん、あの今言ったようにこ,のここを痛めつけてやろうというこれ いいか爆発しても構わないのかと、これプーチンにに対すする圧力にもなりますよねそれから、あのー、アメリカに対しても圧力をかけてると、ちょっと射程の長い武器をくれじゃなくて、戦術核ぐらいくれみたいな話ですよね、そこまでは絶対ないんでしょう、やらんでしょうけども。いや、分からない、<laughs> ここまでなんでするんですかって話ですよね、うん、あの敵のう手に渡ったんだったら、廃墟にしてしまえという。 だ今はだからハイマースがやっぱり今のウクライナのところからこのクリミアまでは届かない,かないはずなんですよね、射程的にはね。ね、うん、だから、例えばそれをあの射程が届くやつをよこせとか、うん、あとはまあその今のやつにしてももっと数をよこせとか、ねうんうん、それは向こうの要求リストはウクライナの要求リストはものすごくものがありますからね。うん 異常ですよね、えー、であと、それからちょっと先ほど打ち合わせの最中におっしゃってたんですけれども、キエフ、ゼレンスキー政権、ウクライナとアメリカの結びつきは、ちょっと尋常じゃない結び政治的な結びつきがあると、はいえー、台湾とアメリカの関係はね、条約レベルじゃないけれども、はい、国内法で台湾をあの防衛をするんだということを決めているような。 法律があるわけじゃないですかそれに匹敵するようなものがあるんだというふうにお話をちょっとさせて,、はいまあ、ていただいそのよく言われるのがその、まあ、台湾とあのアメリカは準、まあ、同盟関係だと、はいはい、つまりあの、まあ、もちろんあの同盟条約はそのあの70何年間にあのやめてるわけですけどもただその後でまで、あ、台湾あの関係法というのを作って。 あの台湾防衛は書いてないものもそのものの,あの台,湾防衛台湾がその自力で防衛するために支援をするということは、まあ、あの法律上の根拠があるわけですねで、まあ、あと、まあ、あのこの50年来のその後の関係も含めて準、ねまあ、同盟関係ということで,でそれに対してあのウクライナとあの、えー、アメリカの間はです、ね、いわゆる条約安保条約的なものはないわけですね。はい ですからあの、まあ、そこは同盟関係じゃないとそのウクライナは NATO に入っていないということであの同盟じゃないから台湾,とのあの台湾とアメリカの関係あるいはその日米関係とそのウクライナとアメリカの関係は違うんだというのが、うんうん、日本で行われているあの、うん、解説なわけです、はい、だけど実際はあのウクライナとあのアメリカというのはです、ね、過去10年、まあ、特に2014年以降ですね、うん あのものすごくあの緊密になってきておってですね、はい、まあというよりもあの多分、ウクライナの,あの働きかけがかなり強くてですね、はい、でまあもちろんそのバイデンさんを含めてあのトランプ政権をちょっと別にするとですねあの民主党政権のもとではあのかなりズブズブになっていたと、はい、であの僕もちょっとそのこれが起きるまであの見落としてたんですけども去年の11月だったか12月だったかですねゼレンスキーがワシントンに行ってですね、はいあの 要するに、侵攻の直前ですよね、ゼレンスキーがワシントンに行って、そのアメリカとウクライナの間で,です、ね、安全保障の協力に関するその検証っていうのをです、ね、チャーターっていうのをあのサインしてるんですね、うん、それはあの議会の批准とかが必要なものではなかったですし、ですから、条約扱いではないんですけれども、台湾防衛法に近いぐらいのですね、あの お中身が書いててあってですね、まあ、アメリカそれを読むともうアメリカはもうあのウクライナの防衛にですね、うん、コミットしてるなというふうに読めてしまうような内容のことがいろいろ書いてあってですね、うん、でさらにはそのウクライナっていうのはあのこの間もおっしゃってましたけれどもあのここ数年間ですねロビーングをそう強めてですね、まあ、アメリカの議会とそのアメリカの政府に対してですね <laughs> あのものすごいお金を流してその まあ言ってみれば洗脳してるわけですそうですね。で、要はそういったことを考えるとですね、あの見方によってはウクライナとアメリカの関係ってのはですね、やっぱりもうすでに純同盟なんですよ。で、下手したらあのあの実際に戦争っていうかあの念頭に置いてやってますから、日米関係なんかよりもっとねこれなんですよね。緊密なっていうかね、あのもうあのえぐいっていうかですね、そういったものにあのなってるともいえてですね。 ですからあの、そこはウクライナはとその単にねその、議会で批准が必要な条約を交わしているかどうかということだけでね、同盟関係を見てはもうだめですよね、あともうバイデン政権も,もう完全にコミットしちゃってるんでですね、うん、もう同盟関係があろうがなかろうがでですすね、ね、うん、もう、うなんんていうんですか、ね、巻き込まれざるを得ないというところはあるわけです。 日本人ていうのは形式上の条約を持ってるかどうかってことをねバカみたいに気にするんですよね。テレビに出てくる解説すそのほうが紙切れですからそうですよね別に尊重しないていうかほかに大きな国益があればしないんですよ。逆に同盟っていうか条約を結んでなくてもですね例えば湾岸戦争の時であのクウェートとアメリカって条約上の同盟関係ではないですから。 国益がかかってるから行っちゃったわけですよね、うんうん、ですからその条約っていうのでねあの条約があるからあの守らなきゃいけないとかねあのあの日米安保があるから守ってくれるとかねそんなねバカなってかあののんきなね、うん、ことを言わないでやっぱりあの結局利益なんですよ利害なんですよね。うんうん、だっていうことはやっぱりあのそういうことを頭に入れてやっぱりアメリカとウクライナの関係っていうのはです、ねうん、見ていかないと。